ちょっす、キャプテンサトシと申します。さあ今日も部活の時間がやってまいりました。毎日来るからね、まあ、このゲーム毎日やってないけどね、俺は部活っていうのはね毎日あるんですよ。6月の2週後半からということで、ブロック大会の本戦の続きですね。さあうちのチームもね、なんかいつの間にかすごい強くなってきてて、あ、もう準決勝なんだ。さあもうベスト4ですよ。まあ、全国っていうか関東大会の本戦みたいな感じなのかな。相手はこれ慶国大附属、琉慶的な。あ、そうそう、ディフェンスがめちゃくちゃ強いなって前回言ってた気がすんな。あとインテリジェンスこれはなんかラグビー偏差値でいいんですか、それとも普通に学力でしょうか。まあ、多分ラグビーに関することだからね、ラグビーへの理解度みたいな感じなんでしょうけど、まあ、ディフェンスとインテリジェンスめっちゃ負けてるっていうことですね。あとここはすごいオフェンスが強いですね。で農大二高はメンタルがすげえ強いと、フィジカルと、なんか特徴的ですね。うちはちょっと弱いな、こう見ると急に、まあ、バランスがいいのかな、突出したものがないと言ってもいいけど、まあ、ちょっと頑張っていきましょう。ああ、ちょっと休ませた方がいいですね。その前に、ちゃんと戻すと。相田くんが小倉かな。で、臨時休養。すぐ疲れ溜まっちゃったからね。なのかな。さてと、対戦相手はまあ強いと、うん、ああ来た、超高校級のフォワード。あ、でも前回よりかはって感じかな。相変わらずキッカーがプロップなんですね。キャプテンがセンターと。前回戦ったとこの方が強かった気がしますね。それと、お、攻めてるよ。モル。モールで押すって選択肢はないんですね。どうしようかな。バックスに回そう。両ウィングが強いからね。素晴らしいプレー。さあ、パスが通る。11番、小山田。このボールを生かせるか。OK。この人は特殊能力を持ってる。抜け出した。このままいけるか。OK、成功。ケージはうちが勝ってる。2戦と1対1。うん。抜け。OK。トレイじゃない？まだか。OK。パスの構え。あー。ヘイトに捕まった。キープできるか？あー、まあまあ。キープはしてる。ちょっと戻ったけど、敵陣深くに素早く切り込む。どうしよう。ステップを使って回避するけど、これ誰がボール持ってんの、それだけちょっと教えてほしかったな。あ、フランカーなんだしかもキャプテンの森田じゃない方。あー、一個失敗した。早い早い早い、ものすごいスピードで駆け抜ける。おお、独走だ、独走ですごめん、岩城。なんか、あんまり君のこと知らないんだけど、俺。森田じゃない方のフランカーっていう。あ、いやいやいや、喋ってたら。全然キックが。残念。
さあ今度は攻められてますね。残り 30m、 前半残り4分、ラインアウトでスローインをカットする。うわ近っ、 OK、 3つ成功だけどゲージはだいぶ負けている。4番ロック高い庄司、長井にパス、さすがにもうノックオンもしないか、ベスト4だと。長い、 OK、 どう、ゲージもだいぶオブに、福岡来い、福岡行け、あー福岡まだまだ、うん、 OK、 捕まえた、ナイスタックル。時間終われ、前半終われ、終わったんじゃないこれ。 OK、 5点差で勝って後半ですね。まあ大体疲れてるんですよね。ほら2年生がやっぱちょっとスタミナが前半で切れちゃうっぽいんで変えていって、であと小倉も交代で、スタンドの相川は、ああダメか、もうしょうがない。で後半もちょっと見ていきますね。やっぱ自分で操作した方が圧倒的に勝てるっぽいね。これ昔は逆だと思ってたけど、よし攻めてますね。あと 24m、 ラインアウト、とことんバックスに回していくよ。だってキャプテンサトシバックスだったんでね、しょうがないよね。ああ、ナイスキャッチ、高森、ロックの選手が持ってった、バックスに回せって言ったんだけどな俺。で9番にガット、なんかのサインプレーをしたんでしょうか。動き出しが細い、囲まれた、ちょなんで9番がずっと持ってんだよ。 OK、後半出てきたスクラムハーフがずっと一人でボール持ってます。あーごめん失敗しちゃった、あー申し訳ない。ヘイトのタックルを食らうスクラムハーフ、うわー攻められてる。ラインアウトが多いですね。さあどう来るか、長いスローインを警戒するにしてみようかな。これは運ですよね。あはは、1個しか成功しなかった。相手ラインアウトに自信ありか。止めよう、止めよう、ここ。ああ、ちょっと1個失敗したがどうでしょう。やばい、やばい、梅沢、3つ成功。でもゲージはだいぶ負けてる。パスを回された、このパスが通る、またエイトか、楠田このボールをしっかりキャッチ。さあその楠田を囲んで、これが最後ラストチャンスか。あ1個失敗、残り 5m。 さあ1人抜いて、まだある、ダメだ、今日ダメだ、あーあーやられた。全員でつないだ魂のトライ、ほぼエイトが持ってましたけど、いやーこれはどうなんだろう、コンピューターうまいんだよな。入っちゃった、うん、5対7、2点差、残り6分で攻められている。やだ負けたくない、ちょっと分かんないな。前へ出てプレッシャーを与える、両チーム入り乱れての争奪戦、綺麗にモールが出来上がった。
今日ダメだ、なんか。地上のボールをそのままパス、モールだったんじゃないの？このパスが通る。またこいつだ、ナンバー8。いけ。2個成功したけど。いやいやいや。この8やべえ。美しい声がき大事そうにつかみます。フッカーの2番藤巻、ここからどうするのでしょうか。ここで大きく左へパス展開するね。一気に一人飛ばす。いやー、もうなんこんな難しかったっけ。やばいやばいやばい。 OK、 頼む、捕まえてねえ。ああ、これ決められた瞬間にもう勝ちがほぼなくなるな。お祈りしかできない。ゴールポストの間通る。2点を加点。これで7点取っても俺はちょっと追いつけないどころかチャンスすらもらえなかった。ここでノーサイド、試合終了です。あー、畜生、負けちゃった、悔しい。警告大付属の勝利。全国の壁熱いですね。あ、これじゃない。どっちが勝つんでしょうか。帝国農大二高の方が強そうな気がするけどね。悔しいな。まあ、今後としては何があるんだ。この後もしかしたら新入部員チャンスなのかな。なんか、秋田転校生がもしかしたら来るかもしれないタイミングですね。なんか X ファクターの選手がね、特殊能力を持った人が来てくれればありがたいんですけど、どうなんでしょうか。なんか条件があるんでしょうかね。それとも乱数なんでしょうか。このゲームはね、未知なんですけど。ブロック大会本戦が終了しました。残念ながら準決勝敗退です。優勝、おお、うちに勝った警告大付属が優勝した。優勝にふさわしい素晴らしいチームでした。だよな、うちに勝ったもんね。ああ、そんなもらえないかな。こうやってポイントをね、どんどん稼いでいかないとチーム強くならないんですよね。もうちょっと進めましょうか。でレギュラーを元に戻しとく。で臨時休養を与える。転校生が来るとしたら6月の、4週目の前半なんですよね。でその後に練習試合があるかもしれない。多分ある。系はまだ合ってないですね、うちのチームは。なんとか合宿中には連携を合わせてチームワークのいい、バランスのいいチームに育てたいですね。スケジュールで、あ、練習試合ないのかな。本戦に出場しちゃうと6月の終わりないのかもしれないな。まあ、ちょっと6月いっぱいまでやってみましょうか。っていうか今前半だからもう転校生来なかったんか。なんだろうな条件。これ終わってなんかイベントない？
イベントは、ん？あ、なんか来たぞ。転校生？あの監督。どうした？違うわ、これ。あのハゲじゃん。また来てます。例の祈祷師か。はい、どうしましょうか。ああ、どうしようか。どうしよう。はい、悩んだ結果なんですけど、祈祷はしていただきません。ちょっと今はね、ポイントが少ないですよ、本当に。本当これ、あの人に渡すお金はないかだよ。500ポイントはでかい。帰ってもらおう。大体ね、神頼みじゃダメなんですよ。勝つお、なんだ一括されてしまいました。大丈夫か？少し頭がクラクラします。やべえじゃん、あいつ。そんなやつ学校に入れんなよ、秀英さん。これで、まあ、練習試合があるかないかなんですけど、今日はちょっとここら辺にしとこうかな。結局、何でしたっけ、転校生は来なかったんですが、まあ、ブロック大会ね、本戦終えてベスト4までは行きましたけどね、まあ目標は9月の、3週の前半から始まる全国大会の予選で、そこで勝ち抜いて、まあ、12月の花園出場をまずはね、この1回目、まあ、第1期生が3年生になったんで狙っていきたいなと思います。まあその間にね、合宿があるんで、そこでどれだけ伸ばせるかですね。ということで、この動画はいつアップできるのかわかんないけど、とりあえず今夕方なんで、僕は働いていきたいと思います。これから仕事に行ってきますね。ということで本日は以上です。ありがとうございました。